はい皆さんおはようございます、えー、お久しぶりでございますあのー、今回は、えー、私立大学の入試解説をちょっとしたいなと思っていますよろしくお願いいたしますえー、今回選びました大学の名前は神戸学院大学というところになります。 えー、神戸に私住んでるんですけれどもここは非常に名前の知れたというかあの認知度は非常に高い私立大学になりますで、えー、今日はその話大学の軽い、えー、全体的な情報を言ってですねその後で入試の解説をちょっとずつしていきたいなと思っていますよろしくお願いいたします、まあ、この神戸学院大学というところはですね兵庫県 の外にいる方からすればあまり知らないかもしれないんですけども兵庫県特にその神戸市の人にとってはもうめちゃめちゃ認知度ありますよねということで、まあ、知らない人いないと思います基本的には。 あの神戸の CA 地下鉄があるんですがそこに乗っていても電車の広告にもですねもう神戸学院大学っていうのはまあもうバンバン広告で出てるのでポスター出てるのであの知らない大学ではないと思います。であのこちら2つキャンパスがあるんですけども西区の方にあるアリスキャンパスっていうのともう1つがこちらの,あのポートアイランドのキャンパスですね。 これがまあもうめちゃめちゃおしゃれなんですよね。これ多分このキャンパス、目当てに来る大学生もめちゃめちゃ,めちゃいると思います。はい、で、あのこちらちょっと写真見えますかね。こちらが神戸のポートタワーで、えー、そこからまあこうキャンパスが望める、見えるっていう感じになってるんですよ。だからこれは神戸の,あのメリケンパークとか、えー、ポートタワー、今ちょうど、ね、あの工事してますけれども、ポートタワーの辺りからも見える。 ということで、えー、神戸学院大学、非常に立地が,がいいというか、まあ、あのおしゃれですね、うん。っていうのはすごく思います。で実際に Facebook で調べてみたら、日本にあるキャンパスがすごい大学10選に、えー、神戸学院大学のポーアイキャンパスがリストアップされましたということで、まああの、キャンパスがすごいということでも、まあ、有名なんだっていうことですね。はい、であと、ここにも書いてますが、映画のロケ地にもなったとか。 ということであの、キャンパスのおしゃれ度からすると、まあ、もうピカイチというかね、すごい認知度は高いなと思います。というのが神戸学院大学ですね。じゃあ、この大学ですけれども、どんな構成になっているのかというと、まず学生数は1万1,483名、これが2020年現在だということになります。だから、1万人を超える大学の規模ということで、まあ、かなり大きいと思いますね。 3万人とか要するにカンカン同率とかは違うかもしれませんが、まあ、でも少なくとも僕の神戸外大2000人と比べると、えー、5倍以上の、えー、規模ということで、まあ、かなり大きいなと思いますね。で、えー、学部数ですよね。学部数もまあかなり多くて10学部あるということです。えー、まあ神戸にドンと据えているような大きな総合大学ということができると思います。どんな大学の学部があるかというと、ま,あ、まず法学部ですね。 次、経済学部、経営学部、人文学部、心理学部、現代社会学部、で、えー、グローバルコミュニケーション学部、これは最近できたみたいですね。えー、総合リハビリテーション学部、えー、総合リハビリテーション学部、栄養学部、でえー、薬学部などなどがあるということですね。はい、というわけで、まあ、いろいろなことを学べますよねという感じです。 でえー、特にですね現代社会学部、こちらね、日本には社会防災学科っていうのがあって、えー、これは神戸がですねあの阪神・淡路大,災大震災で大きく被災したということもあって、ですねあの防災というものを学んでいこうよっていう、えー、もので、まあ、スタートしているということなんですね。あの神戸にはこういうふうな学校が他にも、えー、神戸の舞子高校っていうところ、高校なんですけども、あって、日本で唯一、あの防災科、環境防災科だったかな。 っていうのを2002年僕がちょうど高校に入るときにスタートさせた高校があります。なんで神戸の高校とか大学っていうのはその防災っていうものに非常に重点を置いている大学があります。この他にも兵庫県立大学の大学院では防災減災だったかな減災研究科っていうのがあって、 でえー、そのやっぱり阪神・淡路大震災を背景としているという感じなので、えー、神戸にある高校大学っていうのはその防災っていうところも一つ特色なんだということを覚えておいていただけると嬉しいです、はい。というわけでこのような神戸学院大学なんですけれども過去問ですね、まあ、入試問題の話をするので過去問の話に行きたいと思います。こんな感じで、えー、入学試験問題集これ全部の科目が入っているんですね推薦のみならず一般入試も前期後期。 全部の科目を入れていて、もちろん回答も入れてます。で、解説というか、公表も軽く数ページ割いて書いてあります。で、これが2021年がこれ青、緑色なんですけども、2020年がこれですね、青色、で、2019年がピンク色というような感じになっています。 でこの3年分まではですね、無料で請求可能になります。えー、何やってんだよ、お前って話なんですけども、私、受験生でもないので、ただまあ、入学試験の問題を解くっていうのは、僕はすごくいいことだと思っていて、あの頭の体操になるっていうのはあると思うので、どんな大学であったとしても、特に英語の入試は、やっぱりいろんな題材の英文が読める、無料で読めるっていうのは、僕はすごくいいものだと思います。 ただ単に読むだけじゃなくて、問題を解くっていうところで、自分の中での少し負荷をかけて、英語の学習ができるという意味では、大学入試はどんな大学だったとしても、偏差値が高い、低い、関係なくあの刺激にはなると思っています。 もし神戸学院大学をね、志望している方はいらっしゃったらですね、この 3, 3年分の入試問題、これはあの赤本買わずしても、こういうふうに、まあ、解説がいる人はね、赤本買った方がいいかもしれませんが、えー、問題だけが欲しい回、回答だけが欲しいっていう場合は無料で請求できますので、えー、ご検討なさってください。はい。というわけで、じゃあ問題の話に入っていきます。えー、今回は英語の話だけをしていきます。えー、英語はですね、あの2021年を分析した限りでは公募推薦。 の入試と一般推薦あ、あれじゃないですね、一般入試、失礼しました。があるわけで、で、ちょっとだけ問題構成が、えー、推薦と一般入試で違います。推薦の方が合計43問で、このような、えー、発音、アクセント問題、文法、えー、英作文問題、英作文って言っても、まあ、単語を並べ替えるだけですけどね、で、えー、会話文の問題、中文読解の問題、で最後、段落、正常の問題。ということで、5、えーえー、問構成になっていて43問です。 ですが、一般入試になるとちょっと増えます。えー、発音、アクセント、文法、英文正常、まあ、英語を作る、英文を作るのがもう第1問。第2問が、えー、推薦にはなかったんですけども、グラフを読ませるとか、図表を読ませるとか、テーブルですね、表を読ませるとか、短いメールを読ませるとか、地図を読ませるとか。 えー、そういうようなものの4つぐらいのジャンルのうちの2台が、えー、出されます。そんなにあの長いものではありませんし、難しいものを要求するものではありませんけれども。で、第3問が会話文、まあ大体、えー、300語ぐらいかなと。で、第4問が長文読解、これも300語ぐらいかな。第5、えー、長文読解、300から400語ぐらいですね。決して長い600、700とかいうわけではありません。 で最後、段落正御ということで、合計305ぐらいのまあ長文なんですが、それが段落ごとにバラバラになっていて、それを順番、えー、ストーリー順に並べ替えてねっていう話です。で全部合わせて56問になります。なので、推薦入試よりもちょっとボリュームが、ね、あの大きくなっているということは分かると思います。はい、で、拝点ですけれども、まあ、発音とかアクセント、文法、正、え、御、ー、問題は2点の場合が多いです。 ですが、もう読解問題になってくると、やっぱり内容把握もいるので、少し複雑になってくるので、3点から4点というふうな場合が多いです。特に、えー、文章の内容に合っているものを選べとか、そういうような場合は4点ぐらいの配点になることが多いです。はいでえー、推薦の場合は100点満点で、えー、一般入試の場合は150点満点になります。はい でまあ、平均点などをちょっと重ねてみたんですが、2021年の場合だと、公募推薦は平均点50%、50点ぐらいだったと。100点中の50点ぐらい。一般入試だと150点満点の、まあ、80点ぐらいになるので、パーセントで言うとこのあたりになります。53、54、56、54。た、ま、い、あ、50%から54、55%ぐらいですかねっていうふうに思ってもらえばいいかなと思います。ただ、これだけだと、50%取っただけだと、あの 大体いい合格ラインって67割だと思うので、と思うというかの、あの数字を見るとそれあたりに落ち着いていたことが多いので、あの他の科目でやっぱり78割取ってあのカバーしなきゃいけないと思いますね。平均点取るだけじゃ合格できないと思います。なんであので、まず50%ぐらいは取ってるっていうのが平均点になりますね。うん、こ,れこれをどれだけかさ上げして78割取ってあの余裕の合格を目指すかっていうところが、まあ、大事になってくるわけだと思います。はい というわけで、じゃあ対策ですね、あのー。これはですね、今までのセンター試験、昔のセンター試験はちゃんと文法とか発音、アクセントの問題があったんですね。それを思い出してもらえればいいと思うんですが、それの、まあ、ちょっとミニセンター試験って言ったら悪いんですけども、そういうふうな感じの入試になってます。だからバランスよく、あのー、問われている入試だと思います。でアクセント、発音、文法。 声調問題このあたりでね確実に得点できるようにするっていうのは大事だと思います。はい特にあのアクセントとか発音の問題ってセンターだとちょっとトリッキーな問題も出てきたかなっていう感じはするんですが、あの神戸学院大学の場合は非常に素直な問題ばっかりだと思います。どう考えてもこれは、えー、答えは一つにしかならないよねっていうことが多いので。 特にアクセントの問題なんか、あの絶対に外れにあの、これだけ一つアクセント違うよねっていうのは分かりやすくなってます。はい、なのであの、普通に学習していればで、発音をちゃんと自分で発音していくっていう練習をしていけば、そんなにも難しい問題ではないと思います。はいえー、で読解問題ね、あの3点、4点ってありましたけども、これが最悪できなくても、こういうふうな他の問題、えー、長文読解の中でも、あの 空欄補充があるので、その空欄補充をまずはあの得点できるようになっていれば、最後、まあ、あの文章の、えー、合致するものを選べというのが最悪できなかったとしても、なんとか平均点ぐらいは持っていけるよねというふうには思います。はい。という感じですね。はい。じゃあ、えー、第1問からちょっとずつ話をしていきたいなと思います、まああの。基本的に言って、標準的な大学入試の問題だと思います。カンカン同率レベルでは全然ないですし、参、ま、勤、あ、交流 いくかいかないかぐらいかなと思います。そこまで難しいレベルではないです。なので、あのこ,のここの大学入試問題を使って、センター試験の対策の一歩手前の実力をつけるというふうにやってもらってもいいと思います。はいえー、非常に両問が多いと思います、はいえー。まずは発音、アクセント、文法、正常問題なんですが、はい、先ほど言った通りもり、正解が明らかになっている場合が、えー、多いです。 なのであの、これどう考えてもおかしいよね。これだけ仲間外れのアクセントだよねっていうのはすぐに分かれます。分からない場合は、それ自分、皆さんの知識はまだ、えー、十分じゃないんだなっていうふうに感じてもらえると、もらえると思います。で、文法問題ですね。こちらも迷うような選択肢もないですね。なので、センター英語ですね。センター試験の英語レベルをまあ想定していれば、高得点狙えると思います。もしくは、センター英語よりもちょっと簡単かなっていう感じですね。はい。という感じですね。 まあもう今は共通テストで文法という文法問題はほぼ消えちゃったので、ほぼというかまあないよね。なので、えー、こういうふうな文法問題を扱うのは、やっぱりセンター英語、センター試験の英語などあたりをあさっていただくといいかなと思います。はい、次は英文制御ですね。あの単語を並び替えて英文を作る作業になります。これはまあ基本的なレベルだと思います。そこまで難しい表現を並び替えろというわけじゃなくて、 はい、普通に SVO、SVO とか疑問文だったらまず DO を出す、DID を出すとか HaveYou と Have を出すとかそんな感じの基本です。はい、それを、えー、押さえていればまずは回答できるものが多いかなと思いますしでこれあの、並び替えて3番目と5番目に来る単語を選びなさいという問題なんですね。だから全部が全部正解しなくても3番目と5番目だけ最低でも合えば、まあ、得点はできるよねという感じです。 はい、もちろん、ちゃんと並べ替えないと3番目も5番目もないんですけどね。うん、あとはその政治問題においては和訳がもうあるんですね。だから和訳をちゃんと見て、これに合うような英語にすれば、基本的には英文組み立てられるようになってます。かつ、違訳にはなってないです、日本語は。なので、この日本語書いてるけど、これってどういうことかなっていろいろ考えながら英語をやらなきゃいけないというよりは、ここに何々、彼はって書いてるから、ここは非だよねっていうふな。 かなり直訳的な畜語訳的なアプローチで問題ないと思います。うん、そういう意味ではかなりあ親切な問題かなと思います。はい、ですが、えこのあたりの問題、少しレベルが上下するかもしれませんが、やりたいのであれば、センター試験の英語などの、えあれもあったよね、第2問に、B か C ぐらいにありましたよね、はい、の、えー、英文正常の問題とか、 あとは、龍谷大学にもあの類題がありますので、最後のところだったかな、7つぐらいの単語を並び替えて、3番目と5番目を選べっていう問題があったと思います。なので、これもし類題をこなしたい場合は、センターだったり、龍谷大学だったりを目指してみて,やって,みてください。はい、じゃあ、2番目ですね。第2問はグラフ読解だったり、文章、図表読解、メール読解、そして地図読解ということになります。 はい、な何かこう、TOEIC、皆さん知ってますかね、TOEIC、えー、大学生になるとみんな受け出すもんあの試験なんですけれども、そのパート7、一番最初に読解問題が始まって、パート7で読解問題が始まるんですが、その一番最初のところに、あの本当に100語、200語ぐらいしかない、えー、短い文章、メールの読解とか、そういうものがあるんですけれども、それに似たような感じの問題です。 はいえー、このグラフ、図表、メール、地図から2台出ます、2台、はい、4つ全部が出ません、どれか2つが出てくるという感じです。多いのは、まあ、メールですかね、メール、まあ、な,なんで、まあ、短文の読解、中文の読解ぐらいにおぼってもらえばいいかなと思いますが、はい、で書かれている内容が分かれば、もう全然あの素直な問題ばっかりです。 はいなので、ここに書かれているよね、何々欲しい、彼はジョンはこれからどこかに行きますって書いてたら、どこに今,今から行くんですかっていう質問があって、どこどこっていうのは、もうそれも本部に書いている通りの答えになることがほとんどですから、なんか難しい、トーエックでの言い回し、難しいというか、言い換え問題というわけではないですね。なので、問題は非常に素直です。はい であとはグラフで例えば数字が出てくるんですけども折れ線グラフにしてあの数字が出てきますがあの割り算とか掛け算主則計算をちょっと複雑にしなきゃいけないような問題ってたまにありますよねでもあの神戸学院大学はそういうものは全くありません、まあ、あるとすれば足し算引き算ぐらいですかね、はいえー、パーセントがどれぐらい伸びたか伸びなかったかそれぐらいの話です 掛け算割り算は必要ないレベルの、えー、グラフの読解ですので特に恐れる必要はないと思います。はい、なのでここはですね6問ぐらいあったかと思いますがぜひとも全問正解してほしいなと思います。えー、2台取られるのでその1台ずつに小さい問題が3問ずつついているんですがぜひともこれは全問正解してほしい内容になります。非常に素直な問題です。はい で次はですね、会話文、えー、第3問になります。会話文ですね。大体いい300語ぐらいなんじゃないかな。それとも、まあ、会話文だからもうちょっと少ないかなという感じです。2 0語台かもしれませんが。ですが、まあ、あの問題用紙の1ページを、まあ、基本的には割くぐらいの長さになっています。はい、でその会話文の中で、えー、空欄補充が 5, 5問ですね。で、最後の内容一致が、まあ、3問というふうになっているので、えー、合計8問になっているのが多いです。 えー、2021年を見る限りりはそうでしたし、これまでの問題でもそのような形が多かったです。はい、で、えー、2021年の題材を見ていくと、えー、父親が昔やっていたバンド、えー、について、えー、親子で語り合っている場面だとか、あとは神戸学院大学っぽいんですけども、神戸に到着した家族の話をしていたりします。神戸ってどんな場所なのとかね、神、え、戸、ー、ブライアントが、えーね、どういう,ふうあの名前の由来とか、こういうのも書いていて、あ神戸、 の大学らしししいいななっていう感じがすすごくします僕はこれ好きな会話文でした、はい、あとはガーデニングをする夫婦だったり新しく引っ越してきてこっちの方が近いあの大学に近くていいよとか、えー、でもその一方で、えー、マイナスなネガ、えー、マイナスのポイントは何ですかとかそういうようなことを聞くような会話文ですで別にそんなに引っ掛けるものも全くなくてこれも非常に読みやすいものが多いかなと思います と、はいえー、いう感じですね特にヒット記事はないです。はい、じゃあ、次は大問4ですね、長文読解と言ってますが、まあ、3 0 5程度の標準的な長さですね、はい、そんなに長いとも思いません、1ページをいかないぐらいですよね、うん、そんな長くないです。で、えー、合計6問になってまして、えー、内容一致と空欄補充になっているんですが、この割合がです、ね、ちょっと、えー、変わったりします、試験によっては。 えー、空欄補充が多いこともあれば内容一致が3問、まあ、その全体の半分ぐらいまで締めるような時もありますけれどもこれ基本的には6問になっていてもう文章を見れば答えわかるよねっていう内容がほとんどになります。でもし合格点の本当に平均点ぐらいをまずは狙いたいのであればもう内容一致はちょっと後回しでもいいのでその空欄補充のところこれはまあほとんどさあの一番最初に出てきた文法問題 の、えー、長文の中に文法問題が埋め込まれているぐらいの問題だと思ってもらえばあのいいです。なので、これも文法の問題になりますね。はい。前置詞がちゃんと入れれてますかとか、えー、イリオムがね、例えば、テイクアップなのか、テイクインなのか、えー、テイクフォーなのか、いろいろありますよね。その、そういうような全詞を正しく、テイクに合う前置詞を入れるみたいな、そういうふうな問題が出てきます。 はい、でこれまでの題材を2021年版で見ていくと、言語の喪失言語がどれぐらいあって、そのうちどれぐらいがなくなっちゃっているのかとかいう話、病気の早期発見をした方、イノベーションの方、イノベーターの方の話、あとはカルチャーショックの話、外国に行ったらどんなカルチャーショックを受けるのか、あとはシアトル、アメリカのシアトルがどんな変遷を経てきたのか、アマゾンという、ね、大企業がありますけれども、これが シアトルに企業を立地してどういうふうに変わっていったのかっていうのを、まあかえー、論じているような文章です。基本的にはそんなに難しくないと思いますが、えー、まあ、ほぼ英語の原文を引用している、でそこからさん何々を参考に作成っていうふうなことが引用で一番最後に書いてあるので、多分大学入試用にちょっと簡単に、えー、中期などをしてあったり、あの難しい単語はこれ、 あのちゃんと中を上げてあるので、そんなにあの語彙力が必要かというと、そこまで高くないと思いますあの。誰が見ても分かんないよね、受験生が見て分からないよねっていうレベルの問題は、あの単語はちゃんと中があるので、そこまで気にしなくていいかなと思います。はいまあ、文章を、ね、読んで楽しいなと思えるレベルにまでなっていれば、えー、神戸学院大学の長文読解は問題なくいけるんじゃないかなと思います。 これ同様に、えー、第5問も一緒です。えー、305から400ぐらいかなっていうふうに思います。1ページ、まあえー、びっしりと、えー、入っている、えー、英文になりますねで。ここはちょっと問題数が多くて9問ですかね。だ、はいたい空欄補充の問題と内容一致の問題が半々ぐらいだと思います。なので 4, 4問5問か、まあ、5問4問か、そんな感じになりますね。えー、なので、ここら辺は、あのー まあ何でしょうねさっきの第4問4とほとんど一緒なんですけども、ちょっとだけ深めに通,通ってくる問題、通ってくる問題もありますが、決して難問ではありません。センターレベルいかないかな、これは。センターレベルではないですね。うんうん、センターレベルはもうちょっと簡単だと思います。はいっていう感じですね。はいで題材を見ていくと、英語ネイティブ間の違い、例えばアメリカ人、イギリス人、オーストラリア人。 えー、ニュージーランド人とかいろいろ英語のネイティブの人がいますけどもそれらでも、えー、使う言葉って変わるよねみたいな話あとは異文化コミュニケーションって大事だよねっていう話、えー、好奇心を持つことの大切さ僕これ今日読んですごい,あのいあの気持ちよかったですねいろんなことに興味を持つって素晴らしいことだよねジャズに興味を持ち始めたよとかね次はカントリーミュージックに興味を持つかもしれないねみたいな話をしていました であとはイギリスの新しい家族観ということで、2020年から法、えー、規制が変わって、LGBTQ とかも、えー、のことももっと知るような教育体系に変わっていくみたいな話を書いていました。このあたりもですね分かってくれば、文章が読めるようになってくれば、大学入試と言わずもう本当にもう趣味の感覚で、教養をつける感覚で文章を読めるようになってくると思うので、楽しんで読めるんじゃないかなっていうレベルですね。はい、決して難問ではありません。 はい、では最後、大問6ですね、まあ。難問というよりちょっとレベル高いかなっていうのが、ここになると思います。段落制御っていうのがあるんですね。はい、これ、つまり、えー、どんなことかというと、例えば A、B、C、D、E というふうにあの番号が付けられた段落があるんですで。その5つの段落が1つの物語になっています。物語になっていて、えー、いつもこれは段落 A から開始するんですね。だから A はもう確定なんです。 で、BCDE の段落をストーリー順に並べ替えてくださいっていう問題です。正しく並べ替えてねっていう問題になります。で、合計で多分205から305、250から300ぐらいなんじゃないかなと思います。これだったら、そんな長くないです。はい。で、えー、それをなな並べていくんですが、これはちゃんと覚えておいてほしい。ここですね。ほぼ毎回ですね、指示代名詞が決め手になります。指示代名詞、つまり代名詞ですね。はい。He とか、えーまあ、This This This book とか言ったらこの本ですよね。ってことは、この本って言ったときには、その前に、例えば本の名前とかが出てきているはずですよね。えー、例えばな、なんでもいいだ。何でもいいや。<laughs> あの、うアドベンチャー・ザ、まあ・ワールドみたいな、アドベンチャー・ワールドみたいな本があったとしましょうと。で、それを前の段落で言ってるので、特に段落の最後に言ってるので、で、それを次の段落の最初に受けて、This book っていうふうに言ったりします。 で実際に問題を見て,見てもですね、前の段落で short films、短編映画っていう単行が出てきていて、で、次の段落の最初で these short films っていうふうに言ってるんです。こ,これらのっていうふうにね、言ってるので、これらのって言ってるってことは、この前の段落に short films っていうのを、まあ、特に段落の最後ら辺の方に言ってるよねっていう可能性が非常に高い。ので、short films って言ってたものと these short films っていう段落がこの2つまずガッチャンコ。 なるよねとこの順番でいけるよねっていうふうに考えていくんです。でこれを2、3回繰り返せば BCDE はほぼ確実に並べ替えることができます。なので、指示代名詞、これが決め手になるので、えちゃんと These とか This とか、はいで。あとは新しい段落を見て、何も見たことのないような固有名詞、人の名前とかどこかの場所の名前とか。 えー、さっきまでジャパンの話してたのに、香港とかね、えー、US とかいう風な話になってたら、これおかしいよねって思ってください。今までの話でいくと、日本のこと言ってんだから、日本の話になるよねとかね、いうふうに、あの文章の、えー、文脈ですね、それを考えていくと、絶対にあのミスることはないような問題だと思います。うんはい、ですから、神戸学院大学はこれで大丈夫です。でもね、関西大学にもこれ、類題があるんですよ。 これはね、ちょっと難しいねあ。神戸学院よりも関西大学の方の段落制御の問題はちょっと難しい。確かあれは一番最初の第1問目の 最初の小問2ぐらい、中問2ぐらいで出てきたかな。うん、こっちはちょっと難しいので、えー、そ,その問題を関西大学の対策をしなくてもいいと思いますが、まあ、神戸学院大学の過去問を、まあ、3か年ぐらいやっていれば、まず問題なく段落成就の問題も解けるようになってくると思います。あのパターンが分かってくるので、でそのパターンって何っていうと、この代名詞、これが決め手になります。はい こんな感じでですねあの、今回は私立入試解説ということで、神戸学院大学の2021年度の,あの入試の問題を公表、まあ、っていう感じかなあの、コメントさせてもらったっていう程度になります。あの先ほどもお伝えした通りですね、これ3カ年あの、入試がただで請求できるので、もし興味がある方はあの請求してみてですね、多分問題を解くというふうにしてもらえばいいかなと思います。また、センター試験の英語ってもう終わっちゃいましたけれども、やっぱり文法問題、 は大学入試でよく出てくると思いますので、まず本当に簡単と言ったらあれですけど、基本的な項目をちゃんと押さえている大学問題、大学入試を探したいな、大量に解きたいなと思ったらこの問題、大学入試、神戸学院大学は非常にいい大学だと思います。良問が揃っていると思います。はい、というわけで,ですね。あの受験生の皆さんにおいてはこの動画がもしかもしくもし参考になればいいなと思って作ってみました。えー、受験生の皆さん頑張ってください。 ではここまでご清聴いただきましてありがとうございました。